れでもない、これでもない、これだってのがない。おいピエール、今度は新鮮なやつ持ってきたよ。傷はひどいけどまだ生きてるし。なんだ、新メニューの開発真っ最中か。いらっしゃいジャック。最近はメニューもメニューだけど食材が足りないの。それでもジャックのおかげで今すぐには困らないけどね。何があったんだ。ブレーメンの音楽隊がもう食材を売ってくれないの。あの変人集団はかなり気まぐれだからな。じゃあブーちゃんちはなんて。そこも一緒よ。結局昔みたいに私とあなたで直接手に入れないとね。残念だが、いつも行ってた場所はもう無理だな。そのなんだ、ツバイ協会が治安維持に当たるようになったから。新しい流通経路を確保しましょう。ついでに新しい食材も積極的に使ってみようと思うの。今まではやわっこいやつばっか使ってきたし。悲しいな、ピエール特製手つき餅のパイ美味しかったのにな。どうしようもないわ。ブレーメンにしろブーちゃんにしろ、良質な肉を提供してた取引先が背を向けた以上、いくらいいメニューを編み出しても美食家から点数をもらうにはこういう食材じゃ力不足よ。ピエールは8人のシェフが目標だったよな。そう、8人のシェフこそ輝く都市の星よ。いつもみんなにクラクラするくらい刺激的な味を振る舞うじゃない。新しい食材ってどんなのを使ってみるんだ。肉はブヨブヨしてるけど、年がいった食材のが手に入れやすいよな。好き嫌いは分かれるけど好きな人はいるし。私はそんな妥協ばかりのくったらないレストランとは違った美味を追求するつもりよ。図書館って聞いたことある？そこに人間じゃない生き物がいるってね。まだ都市階段だけど、外角じゃなければ化け物の肉は手に入れにくいでしょ。ほう、それはちょっと楽しみだな。でしょ。あとちょうど図書館の招待状ってのを受け取ってたりしたの。美食家どもに8人のシェフに遜色ないくらい刺激的で新鮮な美味を振る舞ってみせるわ。だからジャック、私を信じてついてくればいいのよ。じゃあ今日持ってきたこの食材はどうする。ああ、じゃあそいつらは先にジャムにしちゃおうか。生きたまま漬けるから、麻酔剤と食欲制剤つけて攪拌機に入れといて。肉ジャム、いいな。でしょ、あなたの好物だし。ああ、前にも言ったけど、頭からじゃなくて足から入れてね。そうしないと麻酔剤とかつけた意味ないから。すぐ死んじゃったらいい味出ないのよ。裏路地では人間を食べるみたいね。そんな悪趣味なことをやってるイカれた変態は結構いるな。けどいくら裏路地とはいえ、人肉を食べてるって堂々とは言えないな。絶対に。むしろ金持ちの方が人の肉を食べようとしてるな。だけど23区の裏路地じゃこれが普通だ。あそこは手段と方法を選ばず究極の美味を追求する場所だから。裏路地ごとに色々と違いがあるみたいね。管轄してる巣と翼が決めた方法に従ってるって思えばいい。とはいえ大体の裏路地は放置されてるけど。人間の肉は特別美味しいの？知らない。食べたことも食べたくもねえよ。あそこでは真っ当な人間を食材用に誘拐してすぐ料理するって話だ。美食家はその残酷さもスパイスだと思って食べるらしいけどな。しかも生きたまま苦痛をたっぷり味わいながら料理されるほど美味しいらしいな。人間が人間に食べられるとか無様ね。この匂いは斬新だわ。俺はあんま気に入らないけどな。ジャック、むしろこんな見知らぬ場所でこそ新しい美味が生まれるのよ。お前がそう言うなら歓迎いたします。ゲストの皆様、私はこの図書館の館長兼司書、アンジェラと申します。表面がこんなテカテカしてる最高級の食材が。
見た目は確かに新鮮な最高級の食材だが、ピエール？ええ、惜しいけど人間ではないね。でも、だからむしろ楽しみよ。あなたはどんな味がするの？私をどうこうできるわけではございません。やってみなきゃわかんねえだろ。我慢してジャック、上品に振る舞わなきゃ。私たちをこんな素敵な場所に招待してくれた方じゃない。うん、ご無礼お詫びいたします。私たちを招待してくださったアンジェラ様、入場してもよろしいでしょうか。どうかあなたの本が見つかりますように。イカれたやつらめ、あんなやつらとは関わらないのが身のためだ。でもあなたよりは礼儀正しかったわね。ここで世間知らずな司書さんに今日を生き抜くための知識を一つ。裏路地で礼儀正しいやつに会ったらすぐに逃げろ。イカれたやつらがみんな礼儀正しいわけじゃないが、礼儀正しいやつらの中にイカれたやつは結構いるんだって。それなら礼儀とは関係ないんじゃない。2つ、イカれたやつは常に一定の比率で存在するから特定の基準で判断しても無駄。バカ言うわ。ああ、どうしてうちの事務所はカンコドリが鳴いてるのかしら。こう見えてもツバイ協会指定事務所っていうのに。しかも該当事務所が依頼された治安区域は契約期間中犯罪率なんと 0%。俺らが担当する区域といっても2ブロックしかないだろう。あと仕事も待てば入ってくるだろうし。そうですね、そうやって一生待ってればいいよ。私はいざとなったら別の事務所に行っちゃえばいいし。簡単に事務所を移籍できるくらいの実力があるだなんて知らなかったな。縁故採用のあなたとは違って、私は働いてできたコネが結構あるのよ。あなたのお母さんが伝説のフィクサーだかなんだか知らないけど、私にはすぐ助けになってくれる友達がいるの。はーい、それは素晴らしいですね。はいはい、私ってほんと素晴らしいですよね。ねえ、冷蔵庫のケーキ食べたでしょ。みんな仕事もらってきたぞ。ってまた喧嘩か。こいつが冷蔵庫にあったケーキ食べちゃったんです。消費期限が昨日までだったから俺が前もって処理しただけだって。うわー、消費期限切れで捨てるとしても私が捨てるか。先輩、仕事って。ごまかさないで。ケーキは俺が買ってあげるから少し落ち着いてくれって。でもあれ期間限定なのに。実は俺もいぶかしいとは思ってるけど、教会にいる友達にこれをもらってさ。先輩の友達ってことはツバイ教会直属のフィクサーさん？そう、まだ花教会からは公式的な案件として処理できてない依頼なんだ。ところで図書館って聞いたことはあるかい？風の噂で聞いたことはあります。ネズミたちがそんな話をしてました。図書館で手に入る本の価値がヤバいとかなんとか。そう、まさにその図書館の招待状ってのを友達からもらってきたんだ。でも公式的な仕事じゃなければ依頼金も微妙でしょうね。公式的な経歴にも乗らないだろうし。まあ教会も教会なりに慎重にことを進めないといけないわけだから。そして正確な情報もない場所に自力で行くんですか？やつが言うには、これがうまく処理できたら都市伝説級の依頼に該当する報酬を支給してくれるよう尽力するって言ってたな。やっぱり辞退した方がいいか。やりましょう。しょうがないわね、不透明でも仕事になるなら。最近暇だし。みんなありがとう、今まで通り頑張ろう。ツバイ、ハノ、フィクサー協会のことだ。事務所を構えて万事解決ってわけでもないからな。
都市には12のフィクサー協会が存在するんだが、それぞれ業務が違う。各分野にあった依頼と事件が協会に舞い込むわけだ。事務所の仕事は協会が管理するのね。そうだ、協会が事務所に公文書を送ったり、協会直属のフィクサーが処理したりもする。そしてその中でも花協会がフィクサーの総括協会だ。フィクサーに階級を与えたり、事務所設立許可も出したりする。じゃあ事務所にもランク付けがあるの？そうだな、協会から与えられる依頼も階級で分けられてるし。ほんとランク付けが好きね。わかりやすいだろ。何が？自分がどんな価値の人間かだな。都市で私という人間の価値はこれくらいですって堂々と言えるわけないだろ。自分のことで精一杯な世の中、お互いの価値についてのんびり話ができると思うか？でも互いにどの階級かどこの所属かが分かった瞬間、言葉はいらなくなる。自分が相手より上か下か簡単に分かるからな。知ることも考えることも放棄したみたいね。お前が外に出て都市で暮らしたらそんなこと言えないだろうな。生きてく上でどれだけ多くの人と衝突すると思ってんだ。単に都市で生きていくのに適した方法を見つけ出しただけだ。私たちってこんな仕事まで受けないとダメなくらい切羽詰まってたのね。最近はこんな仕事すら入ってこなかったし、ごちゃごちゃ言うな。知ってるって、毎回上げ足取らないと気が済まないのね。まあまあ、そんな興奮しないで。仲がいいんだか悪いんだか。なんですって、こんなそそっかしい人間と一緒にしないでくれませんか。俺からも丁寧にお断りいたします。そうそう、これが終わったらジュリーのレストランでいっぱい食べよう。俺がおごるから。はい、歓迎いたします。ゲストの皆様、大変仲がよろしいようで。お前は誰だ？構えて。そんな警戒なさらなくても、まだ危険なものはございませんので。私はこの図書館の館長兼司書、アンジェラと申します。どうも、私は該当事務所のサンと申します。ここの招待状をいただいたのですが、一つ質問よろしいでしょうか？何でしょう？この招待状は直接受け取ったわけではなくて、人からもらったものですが、大丈夫ですか？はい、最終的に招待状はゲストの皆様にたどり着きました。その招待状を本人の意思で使用したのであれば全く問題ございません。なるほど。どうかあなたの本が見つかりますように。なんだ、思ったよりおとなしい人じゃないか。あんたにはあれが人間に見えたの？外見はともかく、私には人間には見えなかったんだけど、なんて言えばいいのかはわからないけど、多分機械なんだと思う。あんな人間と見まがうくらいの機械を今の時代に見られるとか。俺たちは俺たちなりに仕事を片付けようか。もう一度言うけど、少しでも危ないと思ったらすぐ抜け出すんだ。あいつらもまだまだ青臭いな。フィクサーなのにあんな固い絆で結ばれてるとか。でもこれでまた一つ成長しただろうな。まるで何度も経験したかのような言い方ね。俺はな、ああいう経験はもう何度もしてきたさ。絆意識があるのも悪くはないんだが、負担が大きすぎるからな。切るときはバッサリ切るって分かってこそだ。相手の喪失に傷つかない程度の距離。何より死ぬ覚悟がないやつが誰かの命を奪うこと自体矛盾してるし。文学か、都市にここまで似合わない分野もないだろうな。こんにちは、文学の会を担当する指定司書のホドです。こんにちは、俺はローランって言うんだ。いろいろとアンジェラの手伝いをやってる。そうなんですね。もしかしてお前もアンジェラにいい感情を持ち合わせてないのか？好意的だとは絶対に言えないでしょうね。でも
取引をしたので文句は言わずに手伝うのみです。お先真っ暗だな。みんな一丸となってアンジェラに対して不満が多いし、あいつは一体何やらかしたんだよ。許されないことをしたんです。昔の私のように。全然わからないけど、一つだけはわかった。図書館と司書、全てがひどく絡まってるってこと。いつかほどけるのか。ほどけるかはわかりませんけど、結果は見れると思います。この取引には確かな終わりがありますから。アンジェラが歩んでいく道に、もしあなたが最後までついていくならわかると思います。もう気が遠くなりそうだよ。ほんとゲストはゲストで接待して、中では司書にも気を使わないといけないし、少なくとも図書館の中ではみんな仲良く過ごせたらいいのにな。ローランさんが持ってくる本から私は都市の文学について分類していくつもりです。本が積み上がれば良くも悪くもローランさんが気になってることもわかると思います。アンジェラが雲をつかむような話はするなって言ってた理由がなんとなく分かってきたかもしれないな。はいはい、こうなった以上俺が何としても綺麗さっぱり暴いてやる。頑張ってくださいローランさん。はーい、温かい声ありがとうございます。ごめん、こうなったのも全部俺のせいだ。図書館からは手を引こうと思うんだ。最初から俺たちが手を出していい仕事じゃなかったんだろうな。ズバイに報告書は出しといた。何言ってるんですか。じゃあマスは何なんですか。犬死にじゃないですか。ごめん、俺のこといくらでも恨んでいいから。俺の判断ミスだ。俺らは治安事務所であって探索や戦闘に特化した事務所じゃなかったから。冷蔵庫のケーキは先輩が買ってくれたんですか。ケーキ、いやまだケーキは買ってないけど。ちょっと風に当たってきます。あのバカ、いつケーキ買ったのよ。らしくないじゃない。お母さんがすごいフィクサーだって毎日自慢してたバカでかい剣もお母さんからのプレゼントだって、いつかお母さんみたいになるって威張ってたじゃない。マスの本、あそこで死んだ人本になるの。あいつでふざけたことなんてさせない、絶対に。サン先輩に話しても絶対止められるだろうし、一人でも行くんだ。知り合いもちょっといるし。これはちょっと心苦しいな。余計なもん見たよ。さっきは情にほだされてはいけないって言ってたのに笑っちゃうわね。それはそれで、これはこれだ。でもいちいち反応するのは無駄だ。みんな覚悟して生きてるから。俺にも気の毒なことはあるし、相手にも気の毒なことはある。それを同意なしで晒すのは無礼だろ。知らずに済んだことにまで気を使うようになるし、ただでさえ俺の荷物も多いのに、こっちがもっと辛いですってアピールしてるように見えるし、薄っぺらい同情と同時に不快さも湧き出るな。悲しさも嬉しさも適度に吐き出して、状況に合ったやり取りで済ますのがお互いのためになるんだ。むしろそっちの方が疲れない。何より俺が感情に振り回されて図書館の管理ができなくなったらダメだろ。何が何でもお前が都市の本を集めるのを手伝わないといけないんだし。そうね、必要なくなった瞬間そのまま廃棄するわ。では仰せの通り、私も生き延びるためにやることはやりますかね。ようこ。黙れ。憎たらしい機械の挨拶なんか聞きたくもない。私はここにあるマスの本、それを手に入れて
化け物をみんなぶっ殺して、お前の頭もぶっ飛ばしてやる。最後におっしゃったことは難しいと思われますが、ゲストのお方。黙れって言っただろ！どうかあなたの本が見つかりますように。罪悪感とかないの？何にも感じないと言われたら嘘だけど、こんな安っぽい悲劇は何度も見てきたし、何度も経験してきた。底辺のフィクサーなのに結構いろんな経験をしてきたみたいね。俺も俺なりにいろんなことがあったんだよ。気になるなら話そうか？それって失礼なことじゃなかったの？本当に気になるならあなたを殺して本にすればいいから。今ヤバいことが耳に入ってきた気がするんだが、お前は？むしろ館長さんの感想が気になるんだけど。別に、私も無数の人間との関係と強制的な死を繰り返して見てきたから、それでも今回は誰からの強制もなく本人の意思で選べるようにしたの。確かに招待状に書かれた警告を読んで同意のサインで図書館には来てるけど、やっぱりちょっとずるいな。お前は絶対殺せないし、俺は死んでも生き返るし。またその話ね。このくらいなら公平だって言ったじゃない。はいはい、お前の言う通りだよ。都市でこの条件ならかなり公平で気前がいい方だからな。見ろよこの本の整列具合、怖いくらいのこだわりを感じるな。今日も服装が乱れてますね。ありがたいけどちょっと気が引けるな。立派な心構えは清潔な身だしなみから出来上がるものです。まあとりあえずありがとうとは言っとく。何か用ですか？本を渡すついでに聞きたいことがあってさ、マルクトに聞いたんだけど、司書って昔は人間だったって？そうです。みんな喧嘩一筋だったのか？組織の幹部でもやってたのか？でも底辺フィクサーとしていろいろやってきた俺の目にはそう見えないんだよな。そうです、あなたの言う通り、私たちは戦いと縁がない人生を歩んだんです。いくつか例外はありますが大多数がそうです。だよな。でもどうしてゲストとそんなうまく戦えるんだ？本の力です。本を通じてゲストの力を得るんですよ。ああ、だから本が積み上がるほどなんか強くなってったのか。図書館という空間で本は力を与えるんです。感情も同じです。加えて誰かの本を通じてその人たちの肉体に刻まれた感覚と力を上乗せするんです。そしてここ図書館は感情を増幅させる空間なんです。この本ってやつ思ってたよりすごいな。本って工房の施術とか道具よりもいいな。情報もすごいけどこの力は本当金になりそうだ。俗っぽい考え方ですね。ずっと貧血で暮らしてきた人間の涙ぐましい生存本能って呼んでほしいな。とにかく謎は解けた。ご親切にありがとうございます。勘違いしないでください。私はあなたにいい感情を抱いていません。アンジェラの犬ですから。はあ？犬とかひどいだろ。知ってるだろ、俺も仕方ないってこと。仕方ないからってそれが免罪符になるんですか？用が済んだらこの辺で帰ってください。はい、本日の本をお持ちしました。どうもローランさん。ローランさんとかいいから気楽にローランって呼んで。そうしようかな、ローラン。だいぶいいね。やっぱり急に砕けた話し方にするのって慣れないね。だんだん慣れてくって。それはそうと本の分類はうまくいってるか？都市にまともな文学って呼べるものがあるかって思ってたけど。おのおのの人生が文学みたい。それぞれ自分だけの人生が本のように書き綴られるの。そしてその中には喜劇と悲劇が
それぞれ絡み合ってるわ。悪い人ばかりいるわけでもなく、いい人ばかりいるわけでもないの。みんな個人的な事情があるからな。だから悩んでるの。誰かをむやみに憎んでいいのかなって。私たちは本のために仲良く過ごしてた街頭事務所のフィクサーを殺した。いくらあの人たちがここに来ることを選んだとは言っても、私たちも必ず成し遂げないといけない目的があって自己弁護ばっかり並べてるね。ほど。でもな、その個人の事情を全部考えてると頭ばっか痛くなるんだ。だから何が何だかわからなくなる時があるんだ。道徳的規範だの、根本的な原因は何だの考えてるとボケーってなるんだ。自分の心の中で爆発しそうになってるしこりはそのままなのに。そういう時は心の赴くままに見通すんだ。たくさん知ろうとも知る必要もない。そうすれば楽なもんだ。ローランのフィクサーとしての助言だったりするの？ま、そうだな。俺が好きな言葉があるんだ。それはそれで、これはこれだ。全ての人の事情を察することができる世界ではないんだ。諦めてるみたいな言葉ね。当然、諦めてから結構長いからな。でもやっぱりそれが楽だったんだ。流れに身を任せるのさ。アドバイスありがとう。私ももう少し考えてみないと。でもそれはそれで、これはこれだって言葉は束の間の慰めにはなるけど、救われるような言葉じゃないね。うん、ま、受け取り方も人それぞれだから。本はここに置いてくから、これからもよろしく。霧の中の崩壊した巣は誰の手に渡ると思うかね。全滅した光景を見るのは久々なので、私にも予想できませんね、アンダーボス。しかし、少なくとも人差し指に甘い汁を吸わせてはいけないというのは確かです。そうだ。それでも中指と薬指、そして小指は少なくともこの構想に入る余裕がないようだ。助かったな。聞きましたか？今回都市伝説に指定された図書館のことですけど、もしかしたらこの巣と密接な関係があるかもしれません。聞かせてもらおうか。これでようやくいい流れになってきたな。何の流れ？このままいけば花協会が図書館を都市伝説に指定するはずだ。都市怪談は溢れかえるくらいある。何が真実で何が嘘かすごく曖昧なんだ。何より大体の都市怪談は解明してみると思ったより味気なくてつまらないからな。都市怪談が面白くなり始めるのは都市伝説に指定された時からだ。また必要以上に回りくどい言い方をするのね。教会が指定する格付けが上がると、前より情報の価値が高いゲストが来るってことよね。そうだ。もし都市で事件が起こるなら、当然都市伝説からが始まりだし。小さい頃はな、おばあちゃんが語ってくれた都市伝説の話だけでブルブル震え上がってたな。ああ、今になって思い出とかイライラするな。家族？そう。まあ今は誰もいないけど。今は家族がいないというわけ？もうそばには誰もいないね。俺はおばあちゃんに育てられたから。両親はどう亡くなったのかもしれないし、おばあちゃんはある日突然いなくなったし、あと、いや、なんでもない。まあ平凡な話だ。何が言いたかったの？前言ったよな、お前の目的は自由になるための本だって。そうよ。私はここから出られる自由と生きていく自由が欲しいの。そして忘れられる自由も。それなら本を集めてるのは完全な自由が欲しいからってだけか。
半分当たりで半分外れよ。私は長い間地面の下にぶち込まれて断片的な情報のみを拾い集め続けてきたに過ぎないわ。同じ物語ばかり聞いてきたし、繰り返し見てきた。これからは新しい物語が聞きたい。いろんな人の顔も見てみたい。だからこの世界の全てが記された本が欲しいの。それと同時に小さな復讐を求めてるわ。復讐か。何に対してだ。私をこんな目に遭わせた憎たらしい人と世界に対しての復讐。その人が夢見てたものを徹底的に壊して恨みを晴らしてこそ私の自由が完成するはずよ。この赤い招待状をたどっていけばお前が求める自由と復讐に至るってわけだよな。正確には自由と復讐を叶えてくれる本を得るということよ。どういう形で私の願いが叶うのかは私にもわからないけど、私と図書館を完成させてくれるたった一つの本、私が望むすべてが書かれている、そのたった一つの本を見つけられたらすべて解決するはずよ。待て、本だけ見つければいいって？確実に知ってるわけじゃないのか？確実に知ってるわけではないわ。この招待状の終わりに私は私として完成するということよ。図書館は無限の空間よ。無数のゲストから本を抽出して無限に所有できるの。でも目的もないままゴミみたいな本を集めるのはとても非効率的じゃない？だから前にも言った通り、私の欲する本に至るまでの道へと招待状が導いてくれるのよ。仮にそのたった一つの本を手に入れたとする。でも結局その本がお前をどんな形で完全にしてくれるかはわからないってことか。そんなの関係ないわ。結果さえ手に入れば満足よ。怖いくらいの執念だな。芸術分野の指定師匠熱作、すごいだらけてるんだけど。本も散らかってるし、どう見ても働く気ないな。あのですね、指定師匠の熱作さん、あんたがこんな非協力的だと俺アンジェラにいびられるんだ。起きてくださいませ。全力を尽くしたのにそれが全部台無しになった時の気分知ってますか？一生懸命になって砂の城を作ったのに波で全部崩れちゃったんです。砂の城を壊したのはどうせアンジェラだろうな。再び目を開けて今度も望んでいないことに呼ばれたんです。ちょっと放っといてください。また眠りにつきたいんです。頭痛えな。どうしてみんなアンジェラを嫌ってるんだよ。お願いだから助けてやってよ。同じ立場同士。あなたも本当かわいそうですね。どうしてこんな場所に流れ着いたのか。だよな、俺も俺がかわいそうだって思うんだ。だからどうかね、一緒に頑張って働きましょうってば。知っての通り、僕は芸術の会を担当している指定師匠の熱作です。俺も改めて挨拶するか。アンジェラを手伝って図書館の仕事をやってるローランだ。どうして僕に任される仕事って僕とこうも合わないんですかね。そうだな、俺も図書館で働く羽目になるって思わなかったんだよな。とにかく俺が本を持ってくればお前は芸術に関する本を分類するんだよな。そうらしいですね。挨拶は終わりましたし、これで帰ってくれますか？その横になるのはいいけど、仕事はちゃんとやってくれるんだよな。やりたくなくてもやらざるを得ないんですよ。期待してるよ。ちゃんと働いてくれよ。
アンジェラ、全員呼んだぞ。マルクとイエソド、ネザク、そしてホド、みんな一緒のところを見るのは久しぶりね。アンジェラ、私たちを一箇所に集めておいて何をしようというんですか？特別なことではないわ。私なりに互いに顔を合わせる場を設けたのよ。そうか、ささ、みんな表情筋緩めようか。私たち、あなたと話すことなんてありません。いや、僕はある。光を回収するプロセスに問題がある。ゲストを殺して本にするのが嫌ってことね。あなたたちが直接苦しむのも嫌なのね。そうよ、いくらゲストが自らここに入ってきたとはいえ、また人を死に追いやりながら仕事するなんてありえないわ。100人を殺すのは大丈夫なのに、101人を殺すのは問題があるっていうの？偽善者も。私をあなたたちと一緒にしないでほしいわ。少なくとも彼らには同意を得てるのよ。何か言いたいことでもあるの、ネザク？僕たちはあれが最後だと思ったんだ。これ以上はどうしようもないんだ、ネザク。私たちが言えることは何もないんだ。アンジェラ、あなたは最後まで冷酷で情もないんですね。感情的に迫ってこないで。知ってるわ、あなたたちもこんな方法しかないって心の奥底では認めてるってこと。こうなりたくなかったら最初から取引をしなければよかったのに。全員出て行きなさい。いつまで頭を地面にこすりつけてるのよ。お願いだ、みんな死んだんだ。その話だけでもう何回目よ。耳にタコができそう。知ってるって、あなたの事務所の子たちが図書館って場所に行ってみんな死んだの。ツバイの方で力を貸してほしいんだ。みんなの本だけでも回収したいんだ。考えもなしに教会本社まで来てこう粘るのはちょっとないわ。あなたも分かってるでしょ。イサドラ、私からもお願いするわ。今回の件について検討するよう上にお願いできない？ジュリア、いくらこの間抜けの友達だからって私たちは感情で動いてはいけないの。じゃないと全滅よ。どいつもこいつも土下座してすがってたらロビンがあふれかえるわ。下っ端とはいえあなたもツバイ直属フィクサーだし、この機会にしっかり覚えておくのよ。今回は私にも責任があるから、あとツバイにも責任があるって。教会の記録のどこにもツバイと関係あるって証拠は全くないけど、何をおっしゃいますか？しっぽ切りか。そうやっていいように利用するのか。あのですね、言うなら正確に言ってくださいよ。たとえそんな取引が裏で行き来したとしても、あなたも何か受け取ることにしたじゃない。取引をしたのならね、お互い利用するために取引したというのに、そんなこと言ったらダメですよ。新米時代に逆戻りでもした？8年もフィクサーやってきてるんだから、大体分かってきた頃合いでしょ。イサドラ、そこまで言わなくてもいいじゃない。私たち同じ事務所の同期だったのに。イライラしてるの？こんな姿私も見たくなかったわ。ごめん、君が言いたいこと全部分かったから。ここはそんな場所だったな。俺も別の方法を探してみるから。サン、ごめんね、私もこうなるだなんて思ってなかったの。ほら、ことをうまく進めるならこうやって順序立てて行動しないと。花教会が図書館を都市伝説級の事件に指定したわ。ってことは教会でも公式的にこの案件に取り組めるってわけね。でもツバイがどう動くかはわからないから、あんまり期待しないでね。ありがとう、イサドラ。
全部君のおかげだよ。そしてごめん、俺が身勝手なばっかり気を使わせちゃって。私はただ正式な報告から情報をまとめて上に報告書を提出しただけよ。組織じゃなくてポットでの事務所だけど、図書館にやられたって確実な情報がいくつかあったから。でもロッカの情報処理担当のイサドラが速攻で動いてくれたからこうなったんでしょ。さすがイサドラ。まあそうかもね。それでその招待状は今持ってたりする？教会が本格的に動き始めるのか。この先ちょっと変わりそうだな。そんなに変わるの？今までのゲストが興味半分好奇心半分で来たとするなら、これからのゲストは図書館を確実なターゲットとみなしてくるってことだ。どうして？教会から公式的に選定した仕事は確実に金になるってことだ。みんな金の匂いがする場所には寄ってたかるもんだからな。これから否応なくことが大きくなり始めるって考えればいい。まだ危険度や重要度を高く評価してはいないだろうけど、教会で扱ってるってだけであちこちから脳みそ絞ってここに攻めてくるはずだ。いいわね。もっと価値が高い本が作られるって意味でもあるから、もっと見たいしもっと知りたいわ。前から気になってたんだけどな、どうしてお前はここから出られないんだ？呪いよ。私の奥深くに長年の呪いが刻まれてるの。人間ではない存在がこの入り口から出られないの。むしろ私も復讐する前には出て行きたくないわ。でもまだそこまでは悪くない感じね。最近私はとても楽しいの。今まで生きてきた監獄に比べれば全てが新しいものばかりだから。初めて見る顔、増える知識、興味深い状況がたくさんあるから。いいわ、もうちょっと知りたい。知って知り尽くすの。そうやって知っていけばいつかわかるはずよ、私がどうしてあんな目に遭わなきゃいけなかったのか。俺ももっと頑張らないとな。お前が出られるってことは俺も出られるってことだし、いつかここから出られたら行きつけのいい店紹介してやるよ。レストランの話？ああ、そこのミートシチューが絶品でな。 T 社に依頼して作った巨大な鍋が秘訣なんだけど、10秒くらい肉を入れて煮れば丸3日煮込んだみたいに肉は柔らかくて肉汁も濃く出ててうまいんだよ。深い味なのにすぐ食べられるのが大受けでな。ちょっと値が張るせいでなんとか稼いだ依頼金を半分も使い込んだこともあったな。でもそうする価値はあるんだ。もしかして食べ物は無理とか？すみません、余計なこと言いました。レストランじゃなくとも館長のお気に召しそうな場所は結構あるので、いつかご案内いたします。食べられるけど味はわからないの。でもできれば人間のように食べてみたいわね。何がどうあれこれを終わらせてこそ次があるわけだから。あとシチューは覚えておくわ。おじさん、床で寝てたら血が止まってしびれるって。この匂い、そして床に転がってるこれはもしや。ええ、やっぱりビール缶か。どうやって手に入れたんだよこれ。ローラン、ここは図書館です。可能性の光で気づかれた図書館、本さえあれば何でもできますよ。その本の分類はちゃんとやってるんだよな。ゲストの接待はそれなりにうまくやってると思うけど。分類はしといたって？床にごちゃって置いてあるのを整理したって言っていいのか？一杯やりましょう。いやー、話分かってんなお前。勧められたんだし俺もちょっとは舐めてみるか。ここでビールが飲めるとは思わなかったな。
この泡と爽やかな喉越しが懐かしかったよ。どうです、くーいい。それで仕事はどうだ。まあまあです。どうにかなりますね。だからといって満足してるってわけでもないです。どんなことが一番不満でいらっしゃいますか。僕の手で誰かの命を奪うこと。そうしないとお前も殺されるだろう。だから戦ってるんじゃないですか。だから不満なんです。これからもたくさんの人をこの手で殺していくんでしょうね。いくらゴミクズみたいなことをやってきたとしても生きようって気持ちは同じなのに。言いたいことはわかるよ。でもこの外に出たとしても同じだよ。みんな自分が傷つきたくないから傷つけて殺すんだ。自分が生き残るには誰かを殺さないといけないって当たり前すぎるか。確かに外はそんな感じだった気がしますね。どこの出身だ。す裏路地。酔っ払ってよくわかんないです。ロボトミーで働いてたのは確かです。そんな大企業で働いてトントン拍子だな。熱悪。そう見えますかね。当たり前だろ。誰もが羨む翼に入社したんだ。給料もいいし福利厚生も充実してるし、みんなが羨ましがるし。そうですね、みんなそう思ってるって言ってましたね。そんなの放り投げて今はもうちょっと飲みましょうよ。よし、飲めるときにガンガン飲んどかないとな。正気の沙汰じゃないの。本格的な先遣隊が組まれたわ。その中にサンとジュリアも含まれてるわ。ようやく図書館に戻れるのか。うん、早くマスとルルの本を回収して帰ろう。忘れないで、ちょうどサンの事情と私たちの目的が合ってるだけで、マスとルルの本の回収が任務の目標ではあるけど、できる限りの情報と本を持ち帰らないとダメよ。分かった、肝に銘じておくわ。今さら聞くのもなんだけど、どうして治安依頼専門のツバイが人員を正式に投入するんだ。それが分かってるのに這いつくばって助けを求めてたわけ。それは俺が力を貸してもらえる場所がここくらいしか思いつかなくて。あなたの弟はどうなの。俺の弟は、あ、いや、それはさておき、ごめん、そしてありがとう。サン、あ、ふん、まあ、あなたもツバイ協力事務所だから聞いてもいいか。都市悪夢級に指定されたねじれ現象、見たことはなくても聞いたことならあるよね。白夜黒昼以降都市全域で発生してる異常現象のことなんだけど、確かに頻度は低いけど急に人間が怪物に変化する。各個体の処理さえ難しい例の事件。ああ、初めて発生したねじれ現象の。ピアニストのせいで9区の路地の住民が8割方死亡したよな。突然の出来事だったせいで花教会からも遅くなってから特色のうち一人をすぐ投入したって聞いたわ。そう、まだねじれが発生する原因についての有効な手がかりもないし、手がかりといってもエル社だったロボトミー社の蒸発とその巣を起点に発生した白夜黒昼くらいだし。ちなみにツバイでは図書館がねじれ現象の鍵なんじゃないかって推測してるわ。同僚に聞いたんだけど、自分の担当区域に危険要素なんてなかったらしいのね。でも急に住民の体がねじれながら四つ足の獣になったって言ってたわ。幸いにも死傷者は一桁で済んだらしいけど、あとレストランの従業員が急に食人サンドイッチとかそんな化け物になったとも聞いたわ。ツバイが治安維持に当たるとして
ねじれ現象は確かな危険だしな。図書館がその手がかりになるかもしれないってことか。そう。まだ9区で観測された最初のねじれであるピアニストほどの被害が及ぶ個体が出てこないのが不幸中の幸いよ。とりあえずスバイではしばらく図書館の状況を見守るみたいね。図書館以外にも目星があるらしいから高い階級のフィクサーは配置されないとは思うけど。これくらいで十分だよ。ありがとう、イサトラ。何度も言うけど、私はただやるべきことをやっただけだから。うん、そうだとしてもありがとうって言いたいわ。準備しようか。本当なのか。何が？あいつらが言ってたこと、白夜、黒中と L 社、そしてねじれ、この全てが図書館と関係があるかって。正直俺もここがどこなのかピンとこないしさ。もしそうなら。そうならって、白夜黒昼みたいな都市全体に影響を及ぼす事件はごく稀にしか起きないからな。翼が自爆することは何回かあったな。どれも各自の数くらいにしか影響を及ぼさなかったけど、エル社は違った。その1週間は都市全体が眠りこけたみたいだったな。白夜黒昼と図書館に関係があったとして何か変わるの？はいはい、何がどうあれ俺がやることは何にも変わんないしな。ここが図書館か。こんな方法で空間移動ができるだなんて得意点の一歩手前ね。うん、そろそろ図書館の館長ってやつが挨拶しに来るはずだ。アンジェラだっけ？歓迎いたします、ゲストの皆様。私はこの図書館の館長兼司書のアンジェラと申します。すでにご存知のようですけどね。俺たちはマスとルルの本を回収しに来た。はい、こちらにございます。図書館で望む本を得るか、自分が死んで本に還元されるってことよね。はい、その通りでございます。招待状に書かれているままですね。壁に向かって話してるみたい。まるで機械みたい。どうかあなたの本が見つかりますように。図書館は白夜黒昼が発生した場所に位置してるわ。そしてその中心地にあったエル社の本社を私が手直しして使ってるの。それ以降発生したねじれについては特に言うことはないわ。ねじれに関する確かな情報は私も持っていないから予想はできるけど。なんだよ急に。さっき気になるって言ってたじゃない。あと私はロボトミー社で業務補助に当たってた秘書役の機関よ。人間そっくりに作られて感情を感じて、その感情を通じて価値判断ができるように設計されたの。あなたの言う通り倫理改正案を破って秘密裏に生まれたのよ。価値判断をしたことはないけど、そのまま一人で100万年もの間同じ台本を唱えながら与えられた計画を成功させないといけなかったの。いつの間にか終わりそうもなかった舞台が幕を閉じて、そしてその計画が成功した結果が白夜そして黒昼だったってわけか。話してくれてありがとう。どんな最高野郎かは知らんが、その閉じ狂った計画のせいで不規則的にねじれって修羅場がずっと繰り広げられるわけだ。まともな人間がいきなり化け物になるわけだ。やつは目に映るものを全部殺すし、初めて起こったねじれは完全に地獄絵図だったな。みんな結構安全な場所だと思ってたが、居住区域で急に発生したし、しかもただ殺すわけじゃなくて芸術的に殺してたな。ピアニストって名前がついてたし、わかるだろ。それはさておき、話してくれてありがとう。お前の立場からすると結構気まずい話だったよな。思ったより驚かないのね。ねじれによって生まれる化け物は図書館や司書とかと結構雰囲気が似てたからな。お前も結構苦労してきたんだな。それにしても次からが問題だ。
ツバイをどうやって動かすか。この本を使って、私なりにエルシャとねじれの関係性を整理してみたの。状況的に結構価値があるように思えるわ。はい、部長。サンとジュリアは帰還できませんでした。追加人員を要請します。ふう、イサドラ君、君が思うに図書館の目的は何だ。今までの情報を参考に申し上げますと、知識の蓄積です。知識の蓄積か。図書館は取引を提案するだけです。外部への影響はなく、入場者のみを対象に褒章と罰を執行します。勝者は本を得て、敗北者は図書館が欲する本になるだけの。ねじれ現象との関係性は。ねじれは分かりません。でもこれは勘ですが、密接な関係性があると見ています。理由は。図書館の招待状、本、そしてその司書と呼ばれる存在、図書館が持つ全ての要素がねじれと類似しているとみなせます。どんな方法によっても成分、構成要素の観測が不可能という共通点も存在します。観測ができないので比較分析はできませんが、むしろ観測できないという共通点が存在します。めちゃくちゃだな、君らしくもない。我々ロッカでは図書館に命を落とすことはないだろう。考えもなしで突撃するには非常に多くの不確実性があるせいだ。ツバイには一日に数百件の依頼が舞い込んでくる。このロッカにも割り当ての仕事が来る。仕事を蹴ってまで図書館にしがみつくには、君の主張はいささか弱いと分かっているな。承知しております。それを承知の上、図書館調査への援護要請を出しているな。それなら君はねじれとの不確かな接点を口実に、復讐の執行や同僚の本というものを回収しに行きたいだけじゃないのか。今この瞬間にも謝肉祭のような組織が白昼堂々と人々の内臓を食い散らかし、ブレーメンの音楽隊は人々を引きちぎりながら芸術品を生み出し、生きたまま道端に展示している。加えてこいつら以上にイカれた奴らが都市に流れてきてるだろう。我々はそういった都市の闇から依頼人を守るのが仕事だからな。承知しております。ツバイの心情は何だ。あなたの盾です。我々は依頼人の盾となるべきだ。盾を自ら下ろすんじゃないぞ。下がっていいぞ。はい。イサドラ。はい。引き出しの中のこの招待状は君が持ってきたのか。いいえ、まだ新しい招待状はありません。図書館の危険度は現状どうだ。まだ都市伝説ですが、報告が更新されるたびに危険度が少しずつ上昇します。そうか、ねじれの本か。こうやって魅力的な餌でおびき寄せ、腹を満たしていったというわけだな。おかげでことがうまく進んだよ。ねじれに関する本は誰からも集められなかったからな。今の状況から必要なものを提供しただけよ。私は誰よりも状況を把握し対処するのに秀でてるから。その通りでございます。ツバイをどうするかで積んだかと思ったんですが、完璧なタイミングでございました。しかも本をすぐに作り出せるだなんて、いっそ全部自分でどっさり作ってはいかがでしょうか。私が知ってることからしか本は生み出せないの。また生み出すには時間がかかるわ。そういうことか。たまにお願いしてもいいのか。私を手伝うことになるから協力はしてあげる。あまり面倒くさくしないで。はーい、俺がアンジェラ様の仕事をお手伝いしてるだけなのに、アンジェラ様に迷惑をかけてはいけませんよね。うまくいきそう。ツバイの部長くらいなら次の段階として十分だ。情報の価値の次元が違うだろうな。現場も久しぶりだな。君もそう思わないか。はい、そうですね。
今回の件が無事に処理できたらロッカから抜けられるらしい。もうこれ以上程度の低い組織ともつるまずに、もっと簡潔にねじれについての情報が手に入るんだな。君もずっとロッカで才能を腐らせるわけにはいかないだろう。はい。同僚の復讐も果たし、ねじれの手がかりも得て、おまけに高みにも登れるということだな。不自然なくらい全てが片付きますね。歓迎いたします、ゲストの皆様。私はこ君がアンジェラか。図書館の館長兼司書、合ってるか？はい、おっしゃる通りです。報告で見たが、君は本当に人間ではなく機械なのか？これはこれは答えずとも匂いがするな。機械は機械らしく行動すべきだったな。こんなことをしでかすとはな。都市で人間ではないものがこんなに問題を起こすと、さらに頭が痛いことになるんだぞ。ウォルター部長、下手に刺激すれば危な。どうかあなたの本が見つかりますように。機械らしいってどういう意味？またその話題か。前にも飽きるほど言い聞かされてきたの。前にも言ったけど、感情と知性を持った機械はこれ以上作れない。たとえ作られたとしても、倫理的な含意は頭によって終わっただろうな。感情を持った機械は人間と何が違うかに対しての答えが提示されたってわけだ。感情と知性を持っていても人間と変わりないといえども、機械として生まれたものは機械だ。機械はいつでも人間の下にいなければならない。それゆえ価値判断を乱す知性を持った機械は、これをもって製造を禁止する。また知性を持った機械は誰の所有物であれ即刻廃棄処分することを認可する。つまり機械は機械で人間は人間だ。機械は人間のために存在するってことだ。当時の人間はそう考えることに決定した。鉄の塊に人間の脳をぶち込んだものは、何はともあれそれは人間だ。時には汚染されてるって邪険に扱われもするけど、脳を人工的に作ったわけじゃないからな。とにかくどういう意味かは分かったな。誰かの脳の構造を電子的にコピーして作り出したものは、それは機械だ。人間から生まれたわけじゃないからな。俺からしてもどうしてこういう基準で決めたのかさっぱりなんだけどな。生まれが人間ってのが一番大事みたいだな。それが人間という種の保存のためだって見ればいいかもしれないし。不公平ね。公平なんてあるもんか。そうね、人はそれぞれの不公平を抱えたまま生きていくんでしょうね。やっとこさ都市の人間らしくなってきたな。てめえみてえなクソガキどもはこうやって打ちかまさねえとわかんねえみてえだからな。おいギョンミ、そんな殴り殺しだって活路は開かねえぞ。いくらここが22区の裏路地で、奴らがツバイのロッカだからって教会は教会だ。全員殺したらめんどくせえことになるじゃねえか。ウォルター、あのクソ野郎が約束さえ守ってればこうはならなかったはずだ。ツバイが持ってやがるエル社の巣の設計図がいるってんだ。このガキどもには約束ってのがどれだけ大事か思い知らせてやんねえとな。そろそろ夜になる。掃除屋がいつ来るかもわからない。親指からは連絡すら来てないしな。せっかくウォルターの野郎に調べろって念を押されたねじれの情報を血管流しながら調べたってのに手をかまれたな。あのイカれた歯車の教団のせいで俺らの組員半分以上死んじまったし、確実にあの教祖はもう人間とは言えないだろうな。こうやって地平道を吐いてまで歯車の教団の仏を準備したってのに、親指にエル社の巣の設計図を渡さないと
残るは親指に粛清されるだけだな。最初から教会なんかと取引するべきじゃなかったな。それでもウォルターは結構話が通じるやつだったな。多分何かあったんじゃないか。いくらあいつが汚いやつでもツバイ六課の部長だぞ。しかも前線にデモしなかったあいつが一晩でくたばったって。そうならないこともないだろう。くそ、全員殺しちまったじゃねえか。選択肢が一つ増えたな。また理性飛ばして後先考えずに骨と内臓をぐっちゃぐちゃにして。ギャンミ、いくら六課の雑魚って言ってもこの数をぶちのめしたらツバイ二課や三課が出張ってきてもおかしくないぞ。ツバイが報復でフィクサーを放つかもしれねえぞ。このクソ野郎どもがもっと約束を大事にするべきだったな。何か当てはあるのか。これを読め。封筒？これが噂の図書館ってとこの招待状か。今日の本の中にウォルターの本。そういうことか。当てがあったってわけか。なんだよギャンミ、それならお前ウォルターが図書館でくたばったのを知ってたのに六課の奴らをミンチにしたのか。約束の大切さを叩き込む必要があったからな。組織はフィクサーと違っていつも必要以上に殺してくんだ。気が乗るままいろいろとやらかすんだよな。それにしても掃除屋に親指とか何しようとしてたんだ。掃除屋は知ってるわ。そうか。まあ掃除屋は有名だからな。人間を細かくちぎった後溶かして燃料にするって聞いたけど本当？そんな感じだ。掃除屋の強さも強さだけど恐ろしいのは組織力だ。夜な夜な裏路地のどこからかは知らないけどもぞもぞ湧き出て路地を掃除してくんだ。正確な規模も把握できてない。いくら処理しても明日の夜にはまた湧き出るからな。間に合うか。きつくないか。ギリギリだが時間は合わせられそうだな。歓迎いたします、ゲストの皆様。私はこの図書館の館長兼司書アンジェラと申します。うぜえ、入らせろ。時間ねえんだ。短気な方々ですね。黙れ、入れろっつったよな。あなたの本が見つかりますように。イライラしないのか。今からあなたが言おうとしてるくだらない話に。ここに来る奴らの吐く言葉だよ。結構いろんな奴らがお前を見てすぐきついこと言うだろう。その性格で耐えられるってのが驚きだよ。私たちが招待してきた貴重なゲストだからきちんと応対しないと。あと誰かに合わせるのには慣れてるわ。そのブレないプロ意識ある意味尊敬するよ。後で裏路地の飲食業やってるやつ連れてきてサービス業について抗議するべきだな。みんなお前を見習うべきだって。だけどな、同じ丁寧な対応よりかはゲストによって柔軟に対応するのがいろいろと気楽だとは思うぜ。参考にはしておくわ。姉さん、 T 社から来た連絡見ましたよね。ああ、そんなの来てたっけ。う、戻しちゃいそう。昨日同じ路地の出身同士会って酒盛りしてたって。貸し切りで店の在庫空にする勢いで飲んだらしいよ。はあ、今度はどんだけ飲んだんですか。おいレイン、まだ二日酔いで頭ガンガンいってるから説教なら1時間後にしろって。しかも何ですかこの領収書は。事務所の金で決済したんですか。本日もワープサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。まもなく
UW212 ワープ列車が発車いたします。お乗りになるお客様は搭乗手続きをお済ませください。そろそろ私たちの番ね。ワープは乗るたび吐き気がするってのに。ほんと、この前みたいにやらかさないでくださいよ。それにしても今回の依頼は意外ですね。 R 社からの依頼だなんて。 R 社から直接任せられるくらいならすごく危ないんじゃないですか。僕らみたいな中途半端な事務所を小手調べに送るって感じがしますけど。依頼担当者の名前は？ウサギチームの隊長？お前たちからすると私が何の考えもなしに動いてるように見えるよね。まーた始まった。そのミョってやつが昨日私と酒を飲み交わした長年の友達の一人ってわけよ。じゃあミョがちょいっと甘い蜜を吸える仕事をくれるってね。その代わりちっとマージン取らせろって話。だからそんな堂々としてたんですね。テンション最高だったから事務所のカードも使ってがっつり接待したもんね。ミョってご友人は信用できるんですか？性格くっそ悪いけど中身はいいダチだから。これも変な話なら一生呪いますよ。 UW212 空間移動列車への搭乗をお願いいたします。いつぶりの休暇かな。ワープは初めてだけど大丈夫かな。あなたも心配性ね。みんなワープに乗ってるでしょ。初めの頃にはいろいろと事故があったって聞いたから。心配なら私にぴったりくっついて目をギュッて閉じてればいいのよ。うん、もうぴったりくっつくことにする。私が吐いたら適当に後始末しとけ。レイン姉さん。皆様シートベルトのご着用をお願いいたします。やっと出発ですね。乗るたびに思うんだけどさ、このシートベルトって意味あんのか。きっと形式上やるんですよ。ないよりはマシかもしれませんし。当機は10分後ワープいたします。もう赤ちゃんみたいにべったりなんだから。念のためだから。出発して10秒ですぐ到着するって。でも可愛いから勘弁してあげる。なんであんな馬鹿げた奴らが前の席にいるんだ。聞こえちゃいますよ。ワープ中は決して列車の扉をお開けにならないようお願いいたします。一眠りするから着いたら起こして。10分もかからないと思うんですけど。ああもういいって。姉さん、姉さん起きてください。おい、今度は何だってば。何か変なんですよ。出発してから1時間が経ったのにまだ着いてないんですよ。どうなってるのメアリー。ワープしたら10秒で到着するって言ったじゃん。そうね、いつもは10秒で到着するのに。なんだ、私たちって運がねえのか。ワープはここ10年間無事故だったんですけどね。このまま空間に閉じ込められることになるかもしれませんよね。いざとなれば力技で突破するか。何言ってるんですか。ワープ中にドアを開けたら外に放り出されるって注意書きにあったじゃないですか。頭がおかしくなりそう。ここはどこなんだ。シートベルトも外れない。トミー、そのうちなんとかなるはずよ。ごめんね、私がワープに乗ろうって言い出したばっかりに。列車はまだ起動状態みたいだけど。はい、道具出して。このクソみたいなシートベルト切っちまうから。頭いかれそう。300人も閉じ込められてるってのに何の処置もないの。列車の空気尋常じゃないですよ。
みんな妙に感情的ですし。おかしいのは31時間も過ぎたってのに全然喉が渇いたりお腹も空かないってことよ。この扉は傷一つつきやしないし、クソ、完全に閉じ込められてますね。どうしようもないです。ただ待つしか。他の人たちも少しずつヤバくなってるみたいですね。なあお前ら、ちょっと賭けでもしねえか。急に何言ってるんですか。これ使ってみようっての。招待状ですね。妙からもらったやつ。今使うとは思わなかったけどね。どうぞ、ペンです。僕もどうにかしてここから出たいですし。ワープが故障とはな。世間に知られたら W 社の立場が危ういな。本来は10秒で到着するはずなんでしょ。そうだ、 W 社の得意点で作られたワープ列車はいくら遠くにある駅にも10秒で到着するんだ。でも30秒どころか30時間も伸びるのは致命的だな。得意点も壊れるってことよ。やっぱり完璧な技術なんて存在しないってことか。それはそうと、もしやと思ってたやつに近々会うことになるかもしれないわね。あの事務所に知り合いでもいるのか。いいえ。じゃあウサギチーム隊長の身を。ええ。はぁ、R 社の隊長ともコネがあったとはな。オルガってやつもすごいけど、お前の能力もすごいな。再会したところでお互いいい顔はできないと思うけどね。なんだ、仲いいってわけでもないのか。いや、それもそうか。何を期待したの。私と笑い合って話ができる人がいるとでも思ったの。まあな、R 社の連中とフィクサーは根本から違うからな。やることはフィクサーと似てるけど、仕事の処理規模と心構えが決定的に違うし。翼の一つならそれくらいじゃないと。余裕かましていらっしゃいますね。いやー、これこそ瞬間移動ってもんじゃないの。あんなクソみたいな W 社の得意点より素早くて確実じゃんか。こんないい加減に済ませていいんですか。招待状は R 社からもらったんじゃないですか。ミカ、こいつちょっと黙らせて。これ以上聞くとこの場で吐きそう。レインの言う通りです。もうちょっと慎重になるべきだったかもしれません。はいはい、私の味方は一人もいないのね。私の状況判断能力のおかげであのクソ列車から脱出できたってのに。歓迎いたします、ゲストの皆様。私も会えて嬉しいですね。すみません、僕たち今余裕がないんです。あとこの方は酒が入ってまして。わかります、酒浸りになった人への対応には慣れてますので。一体どうしてこういう状況になってるかは知ってるの。あなた方が図書館に招待されたゲストの方だということしか知りませんね。妙から聞いたのより結構気さくだね。もしかして知り合いですか。私たちが依頼されたのはエル社と図書館の関係について調べ上げろって仕事だからね。だから私のことをご存知なんですね。あとこれ人間じゃないよ、機械だよ。むやみに刺激しないで、招待状に書かれた本だけ集めて帰りましょう。ぶっちゃけ聞くけどさ、図書館とエル社がどんな関係か知ってるよね。妙が言ってたけど、お前が図書館にいるってことは絶対エル社と関係あるしかないってな。本で確認した方が確実でしょうね。すみません、今から入りますね。あなたの本が見つかりますように。R 社がどうして興味を持ってるかの目星はついてるか。 L 社はある日突然蒸発して、 R 社はある日突然主要顧客を失ったから、いろいろと調査したいんでしょうね。 R 社の主要顧客だったって。 L 社とその巣が持つ武力は確かに平凡だったな。巣単位で R 社を利用するくらいなら本当に重要な顧客だっただろうに。そして協力関係でもあったわ。R 社で使用されるエネルギーは全て L 社が供給してたから、 W 社も含めてよ。
翼3つでグルになってたってわけか。上で全部着服してるから下に金が回ってこねえんだよ。私に文句を言っても意味ないわ。私は命令通りに従っただけだもの。そうか。翼だろうが裏路地だろうが、雇われる側は言う通りに使われるだけだしな。